ロバート・ジェンキンソン。第2代リバプール伯爵ロバート・バンクス・ジェンキンソン。1770年6月7日から1828年12月4日は、イギリスの政治家、貴族。トーリー党政権で閣僚職を歴任した後、1812年から1827年にかけて首相を務めた。政権初期にナポレオン戦争が終結し、 ウィーン体制が構築された。イギリスを四国同盟に参加させつつ新生同盟には参加しなかった。政権前半期には穀物法を制定したり、黎明期の労働運動に対して、ピーター・ルーの虐殺や制定などで弾圧するといった保守的性が多かったが、ジョージ・カニングラ・トーリー党内自由主義派が閣僚に登用されたことで1822年頃から、 自由主義の傾向を示すようになり、自由貿易の推進や弾圧放棄、原罰主義放棄の緩和などの緩和が行われた。保守派閣僚と自由主義派閣僚の融和に努めていたが、1827年に病のために退任した。1796年から1803年まで、父の釈意ハー把スベリー男爵を儀礼称号として、使用、1803年に、 ハークスベリー男爵くらい、1808年にリバプール伯爵位を継承した。1770年6月7日、後に初代リバプール伯爵に譲されると、その最初の妻アメリアの間の長男として生まれる。父チャールズは当時ショーピットの秘書をしており、後にショーピット内閣で商務長長官を務める。サリー州のパブリックスクール。 チャーターハウススクールで学び、オックスフォード大学、クライストチャーチを卒業した。ロバートは、父から政治家になるよう道を決められていたといい、1790年に、ウエストモーランド州から出馬して、トーリー島所属の庶民委員議員に当選した。同年、サセックス州に転じる。1796年に、父がリバプール伯爵に上されたことで、父の従属爵位、 ハークスベリー男爵を儀礼称号として使用するようになった。1803年11月には繰り上げ直書により、未だ父が存命ながらハークスベリー男爵を継承し、貴族院議員に列する。1799年から1801年まで第一次、ショーピット内閣下でお務めた。1801年から1804年にかけて、ヘンリー・アディントン内閣に、 外務大臣として入閣し、フランス側とアミアンの和役の交渉に当たった。1804年から1806年の第二次、ショーピット内閣では内務大臣を務めた。1807年から1809年の第三代ポートランド公爵ウィリアム・キャベン・ディッシュイコール、ベンティンクが首相となると内務大臣に、再始、1807年から1809年まで、務めた。 1808年12月に父の死によりリバプール白尺位を継承した。1809年から1812年のスペンサー・パーシュバル内閣では陸軍植民地大臣に就任。1812年5月にスペンサー・パーシュバル首相が暗殺されるとトーリー党政権継続を望む摂政交代子、ジョージの遺向で組閣の対面を受け首相に就任した。 以降15年の長期にわたって、政権を担当する、ロバート・ウォルポール、1721年から1742年、や、ショー・ピット、1783年から1801年、に次ぐ長い首相在任期間を誇った。政権前半、ナポレオン戦争が、ナポレオンの敗北をもって終結した。リバプール伯爵内閣は、外省活する霊爵の主導の下。 その戦後処理にあたり、ロシア帝国やオーストリア帝国、プロイセン王国と共に、フランス監視を目的とする四国同盟を締結したが、ロシア皇帝主導の新生同盟への参加は避けた。イギリス農業はナポレオン戦争中、ナポレオンの大陸封鎖令によって結果的に保護された状態になっていたため、戦争終結と共に農業不況に陥った。そこで、 リバプール伯爵内閣は1815年に穀物法を制定して国内農業の保護に当たった。しかし穀物法は労働者層の生活費上昇を伴うため地主以外からは批判された。また戦争終結で復員した者たちが失業者となり社会不安が高まっていた。そうした中で労働者運動が徐々に勃興するようになったがこれに対して リバプール伯爵内閣は徹底弾圧の姿勢で臨んだ。1819年8月16日にはマンチェスターのセントピーターズ広場で開かれていた労働者階級の集会に治安判事の命令を受けた騎兵部隊が突撃をかけ、十数人が死亡、数百人が負傷するという惨事が発生したが、ウォータールーの戦いになぞらえてピータールーの虐殺と呼ばれた。 リバプール伯爵はこの事件について詳しく調査することもなく治安判事や軍による虐殺を擁護しさらに集会やデモを禁止するを制定し労働者集会の弾圧を一層徹底させた。これへの不満に加えて1820年に国王に即位したジョージ4世と王妃キャロラインの離婚訴訟の件でリバプール政権は国民から強い批判にさらされた。 しかし1822年頃を境にその状況が変化した。1822年に外相となったジョージ・カニング、1823年に財務大臣となったフレデリック・ロビンソン、同年商務長長官となったウィリアム・ハスキ・ソラは、通リー党内自由主義派とも言うべき人材だった。1824年には労働者弾圧を推し進めた保守派の代表格だった。 シドマス主尺ヘンリー・アディントンが引退し、やはり通り自由主義的なロバート・ピールがその公認となった。これにより、リバプール伯爵内閣は自由主義的な傾向を示すようになった。カニングは自由主義外交を行い、東方問題、ギリシャ独立戦争でギリシャのトルコからの独立を支援した。また、南米諸国のスペインからの独立も支援し、 南米向けの輸出を急増させることに成功した。ロビンソンによって自由貿易が推進され、それにより景気は回復していった。これらの処置は、後の自由貿易帝国主義の基礎となった。また内政では新内務大臣ピールの主導で、死刑罪状を減らす刑法の厳罰主義を改める改革が行われた。団結禁止法も廃止し、労働組合を解禁した。こうした、 自由通り主義と呼ばれる政策により政権は再び安定し始めた。しかし1826年頃にはカニングが内閣の主導的地位を確立するようになり、ウェリントン公爵ら保守的な閣僚たちとの亀裂が深まった。とりわけカトリック解放問題をめぐって、閣内対立は激しくなった。リバプール伯爵はこうした。 格内論争に対して中立的立場を取って格内優和に努めていたが、1827年2月17日に脳卒中で倒れてしまい、3月27日に国王に辞表を提出することを余儀なくされた。1828年12月4日にロンドンホワイトホールで死去した。子供がなかったため、借位はイボテーノが継承した。 リバプール教の性格について、電気作者 W.R. ブロック、W.R. ブロックは、慈悲深さ、恩は、公平、熟慮深さを有しているが、独断的であり、自説に固執したと評している。ハーバート・バンタールは、彼は冷静、決断、治療深かったが、心配性、焦燥感、被車光性を有しており、極めて神経質で常に孤独だったと評している。 反動派トーリーと自由主義的トーリーの仲裁役をしていた彼の姿を指して、後の首相ベンジャミン・ディズレーリは太平凡人と評した。ブロックはリバプール教の経済思想を自由主義的トーリーイズムと評し、アダム・スミスの古典的自由貿易と重商主義を同時に支持していたと評する。 1795年に第四代ブリストル伯爵の娘ルイーザと最初の結婚をしたが、子供に恵まれないまま、彼女は1821年に先だった。1822年にメアリー・チェスターと再婚するが、やはり子供には恵まれなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。